俺の名前は田中優斗、娘と暮らすシングルファザーだ。よし、できた。妻に先立たれて数年、男で一つで娘を育てている。ほら、あかり、今日のキャラ弁も力作だぞ。お前の好きなネズミの。もうそういうのいいってば。そうか、すまんな、つい楽しくて。ほら見てくれ、ビンスタにアップしたらいいねがもうこんなに。あっそ、興味ないか、ごめんな。じゃ、学校行くから。これが娘のあかり。昔はパパっ子だったけど、最近は反抗期みたいでずっとこの調子だ。正直ちょっと寂しい。おはよう。おはようございます。田中君、今日ちょっとだけ残れるかしら。なるべく早く帰れるようにはするから。娘ももう中学生ですから大丈夫ですよ。ここが俺の職場。昔なじみが起こしたちょっと専門的な警備会社だ。給料もいいし、俺の家庭事情にも理解があって助かっている。はあ、どうしたの？元気ないじゃない。娘も難しい年頃でして、どう接していいかわからなくて四苦八苦ですよ。10代なんて誰でもそんなものよ。悩みも多いんだから。え、社長にも悩みの多い時代があったんですか？喧嘩なら買うわよ、適正価格でね。何でもないです。ちなみに社長は趣味の柔道が6段で空手が5段である。座右の銘は拳は全てを語るだそうだ。ま、あかりちゃんだって感謝はしてるわよ。腐らず続けていきなさい。だといいんですが、キャラ弁なんて今の女の子はもう喜ばないんですかね。そんなことないわよ。そうかな。その頃、あかりの通う中学校の昼休み。あかりちゃんのお弁当今日もすごい。お父さんのビンスタ見てるよ。いつも映えまくってるよね。別に大したことないって。授業参観で見たことあるけど、シュッとしててイケオジって感じだよね。あれで料理も上手なんて反則だって。なんでずっと独身なんだろう。モテないからだってば。別に全然かっこいいとかないし、毎日バカみたいに凝ったキャラ弁作るし、私の帰りがちょっと遅いと車で迎えに来るし、休みには水族館とか遊園地とか連れて行こうとするし、鬱陶しいんだから本当に。これって愚痴なの？自慢じゃない。ああ、うちのパパがあかりんちみたいだったらいいのにな。全然そんなことないし、今度の日曜だって乗馬に行こうとか言われて迷惑してるんだから、断ってやるつもりだけど。日曜日。今暇？何してた？乗馬の帰りだけど。結局行ってて草。うっさい。どうしてもって言われて仕方なくっと。あかり、あまり足を伸ばしたら通行の迷惑だよ。分かってるわよ、いちいち言わないで。あれ、あかりじゃん。斎藤。おいおい、なんでそんなおっさんと出かけてんだよ。まさかパパ活ってやつ？違うわよ、私のパパよ。違わないじゃん。あれ、とにかく違うってば。学校のお友達？どうも、いつも娘がお世話になってます、あかりの父です。てか、お前って親父のことパパ呼びなのな。いやはは、ガキくせ。うるさい、中学にもなってヤンキーごっこしてるあんたらに言われたくないし、ダッサいのよその格好。あかり、やめなさい。でも。ああ、傷ついちゃったな。謝ってもらわないとな。こいつ。落ち着きなさい、公共の場なんだから。娘も悪気があったわけじゃないんだ、許してあげてほしい。誠意が感じられまし。申し訳ない、この通りだから収めてくれ。ちょっと、頭なんて下げなくていいから。うわ、腰抜けすぎてウケるんだけど。俺こんな大人には絶対ならねえ。売れ。ピッ。噛むの？これで許してやるよ。じゃ、また学校でね。ギャハハハハ。穏便に住んでよかったね。何がいいのよ、あんなにバカにされて。その服だって気に入ってたじゃない。大したことじゃないさ。情けない、恥ずかしい、ほんと最低。あかり、どこに行くんだ？勝手に帰る、ほっといて。あかり。対応を間違ったとは思わない。でもあかりは納得がいかなかったようで、ますます距離を置かれてしまった。そしてついには。どうした、あかり、もう出ないと遅刻するぞ。学校行かない。行かないって、この前のことまだ気にしてるのか？そんなんじゃないし、
ただ行きたくないの。どうしても行きたくないならそれでもいいけど、せめて理由はきちんと話しなさい。うるさいってば。だいたいパパのせいで。とにかくほっといて。結局あかりはしぶしぶ投稿したけど、あの嫌がりようはよほどのことがあったのかもしれない。社長、ちょっとご相談が。あかりに何かあったか調べてほしいんです。社長なら調べられますよね。それはたやすいことだけど、あんまり過保護だと嫌われるよ。それでも万一を見逃して取り返しがつかなくなるよりはマシです。実はこの前こんなことが。なるほど、難しい問題ね。いや待って、斉藤って言った？あかりちゃんの中学の？ええ、そう呼ばれてました。その依頼引き受けたわ。適正価格でね。お金取るんですね。でもどうして急に？話の続きは情報管理室でするわよ。情報管理室は要はコンピューターの集まっている部屋だ。それだけならどこの会社にでもあるだろうが、うちのはちょっと規模が違う。頼んでた情報揃ってる？はい、こちらです。これが斉藤の行動記録ね。彼女は海外の民間警備会社出身、主に情報を担当しており、今もその能力を残しているのだ。どうやらあかりちゃん、斉藤から恐喝に遭ってた子をかばって自分がターゲットになっちゃったみたいね。そんな、というかどうしてすでに調べてあるんです？あかりちゃんは私にとっても娘みたいなもんってことよ。ま、他にも理由はあるんだけど。それより急いだ方がいいわ。あかりちゃん、斉藤に呼び出されてるみたい。なんですって？半休にしてあげるから行ってきなさい。ま、ほどほどにね。ええ、分かっています。わ、来たな。よく逃げなかったじゃねえか、腰抜けの遺伝子持ちのくせに。私はパパとは違うから。それで話って何よ。お前最近ちょっと調子乗りすぎてる自覚ある？それって良くないことだよな。なあ。いやいや、誠意を見せてくれればいいんだ。まずはほんの10万円ぽっち持ってこいよ。そんなお金なんて。なけりゃ稼ぐでも何でもしてこいよ。それとも痛い思いすっか。あ、ふざけないで。あんたに払うお金なんて1円もない。殴るでも何でもすればいいじゃない。そんなことで満足ならね。マジで言ってる？お前らこいつ好きにしていってよ。マジで？よく言ったあかり。そんな奴らに何かくれてやる必要なんかない。偉いぞパパ。おいおい、腰抜けパパの登場かよ。やめとけって。喧嘩なんかしたこともねえくせに。そうだね、喧嘩はあまりしたことがないんだ。だからできればしたくない。まずはお前からな。親子仲良く入院させてやるよ。ぐえ、ね、何をされたんだ。よかった、大怪我はしてないね。喧嘩はあんまり経験なくてさ、手加減は苦手なんだ。どういうことだよ。その人はね、元傭兵なの。相当鳴らした腕前のね。傭兵？てか、あんた誰だよ。見ての通りの美人社長よ。くそ、ふざけやがって。俺の兄貴が誰だか知ってるか？兄貴？兄貴はこの辺じゃ伝説って呼ばれてる男だ。さっき連絡したから、もうその辺に。それって、この人のこと？ぐぐ。兄貴！こいつも何かと問題児でね。うちの社でも依頼を受けて追ってたのよ。なかなか足取りをつかめなかったけど、おかげでやっと捕まえたわ。くそ、なめんじゃねえ。こうなったらその子娘を人質にしてやる。手伝うぜ兄貴。あかりに触るな。うるせえ、どけ。ぎゅう。斉藤兄弟がワンパン化け物だ。君らに言いたいことは一つ、二度とうちの娘に手を出すな。だ、わかったな。わかりました、約束します。だから許してください。あかり、怪我はないね？何もされてない？なんともないってば。てか助けてとか言ってないんだけど。それだけ強がれるなら大丈夫ね。でもパパのこと少しは見直したんじゃない？別に、ちょっと驚いただけだし。ま、そういうことにしておきますかね。さ、撤収撤収。数日後、
今日もすごいね、あかりパパのキャラ弁。まあね、うちのパパちょっとはすごいっぽいし。お、なんか新鮮な反応。この前の日曜も遊園地に連れて行ってくれたし。あれ以来、あかりの俺への態度は少しずつ変わってきている。俺としては少し不本意な形だったけれど、あかりが幸せならそれが一番だ。そりゃよかった。ただこれ、あかりの彼氏になる男は大変そうだよね。それはある。比較対象があのパパだもんね。そんなことないってば。そりゃ少しはかっこいいかもしれないけど。はいはい、さいですか。この子ほんと素直じゃないんだから。もう父一人娘一人の暮らしはまだまだいろんなことがあるだろうけど、二人で乗り越えていけると信じている。